アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強敵たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽屋リチャです。令和6年10月14日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、2024エクスツーリーグ第3節の一戦となります。リードエフォートエールズ対サイドワインダーズの一戦がまもなく行われます。試合開始11時40分キックオフ予定となっております。両チームその試合に先立ちましてウォームアップへ、その試合に、控えて現在最終調整4年なく行っております。チームのご紹介を簡単にさせていただこうと思います。まずは本日ホームチームという形で、手前側、ホームスタンド側に陣取っておりますのがリードエフォートエールズです。株式会社エールズが運営していますアメリカンフットボールチームですが、非常に多くの企業様の賛同を得まして、現在非常に勢いがあります。昨シーズン見事に X3 から昇格を果たしまして、今季 X2 初参戦という形でこのフィールドに立っております。非常にメンバーは若く、そしてその勢いありまして、現在白星先行という形でこのシーズンも過ごしております。このまま一気に X2 制覇戦とする、その勢いあふれるリードエフォートエールズが本日その対戦する一方のチームとなっております。これに対する格好で、反対側に陣取っておりますのが、関西では最古参となりますクラブチームサイドワインダーズです。その歴史は深く、1970年創部、その当時は京都大学、日本大学、立命館など当時の強豪大学の OB が結成されまして、結成された強豪チームです。かつては、岩谷産業をバックスポンサーとしまして、X1 でも活躍しておりましたが、現在はノンスポンサードで奮闘しております。しかし歴史あるこのチームが、さらに復活途限とこの一戦に挑んでまいります。この両雄によります一戦がここで、行われる形になります。両チーム非常に意気込みあるといった状況にありますが、その両チームの代表選手にこの試合にかかる意気込みをインタビューさせていただきました。こちらの方をご覧いただければと思いますので、よろし、こちらの方、ご視聴いただきたいと思います。ただいまより NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2024西日本 X2 秋季公式戦第3節リードエフォートエールズ対サイドワインダーズの試合を行います。本のユニフォームがリードエフォートエールズ、そして白のユニフォームがサイドワインダーズです。両選手のこの試合に対する思いが非常に伝わります。非常にはつらつしたインタビューになりました。さあ、その勢いあるこの両チーム、この試合を制するのは果たしてどちらとなるでしょうか。これより試合開始までのコイントスが行われます。令和6年10月14日、場所は兵庫加古川陸上競技場にて、2024 X2 リーグ第3節リードエフォートエールズ対サイドワインダーズの一戦がまもなく行われます。手前側に陣取っておりますのがホームチームという扱いになりますリードエフォートエールズ、チームからネイビーをまとっております。奥側に陣取りますのがサイドワインダーズです。
サイドワインダーズキックオフ、リードフォートエールズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の正式エージで行います。まずこの試合に先立ちまして、アメリカンフットボールの簡単なご紹介動画の方を流させていただきます。 X2-3 で合同作されました動画、1分間になります。ご覧いただきたいと思います。動画途中になりますが、試合の方の進展進みましたので、これよりキックオフとなります。サイドワインダーズキックオフいたします。さあエールズリターンに入りました。中央付近リターン試みまして、エールズ自陣30ヤード付近の攻撃位置を確保しています。この位置からリードイフォートエールズの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進しその攻撃継続とするか、過程で相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。まずはリードイフォートエールズ自陣30ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入りましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。まず最初にランプレーを展開しましたが、ここで反則が発生しました。審判団がフィールド上に黄色いベースを落としますと反則発生を意味します。先ほどのプレーはオフェンスチームに反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤードのバッタイを経ましてファーストダウンやり直しとなります。従いましてリードレフォートエールズファーストダウン20で試合再開です。さあ下がりまして、条件厳しくなりましたが、しかし1回目の攻撃のあります。リードレフォートエールズファーストダウン20。さあオプションプレーを展開しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに手渡す、渡すかの選択プレーですが、ここはランニングバックにピッチしまして、オープンの展開を図らせました。キャリア21番これに応えんと右オープン展開を図りましたが、しかしゲインほとんどありません。セカンドダウンの形になります。ボールを持った選手が倒れるまでが攻撃1回という形にカウントされます。従いまして先ほど前進ほとんどなくセカンドダウンという形になります。リードイフォートエールズセカンドダウン20。パス不成功。クォーターバック、今度は左に展開したランニングバック5番にパスを投じました。そこからキャッチアンドランを図らんという格好、11番にパスを投じました。キャッチアンドラン取ってから走らせる展開をしようとしましたが、これをレシーバーキャッチできずパス不成功です。アメリカンフットボールは攻撃の開始点より後方より一度だけ前にパスが投げれます。しかしこの前パスを失敗しますと、結果的には前進なく元の位置にボールは戻され、次の攻撃という形に変わります。従いましてリードイフォートエールズ3回目の攻撃に変わります。リードイフォートエールズサーダン20。さあこの1回で20ヤード突破なるでしょうか。
さあここでクォーターバックスクランブルに出ました。本来はパスを投じようとして、レシーバーを探していましたが、しかしディフェンス陣のカバーがいいためクォーターバック緊急発進のランプレーを展開しました。左オープン駆け抜けまして一気に攻撃更新図らんというところでしたが、しかし届かずフォースダウンに変わります。約12ヤードのゲームリードフェンディングフォースダウン、新たなフォースダウンまで残り7ヤード。リードエフォートフォースダウン8、最後の攻撃権フォーメーションを変えパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる陣地挽回を図る策です。しかし攻撃権放棄を意味します。このパントは結果的には非常にいい飛距離を出しまして、サイドワインダーズ陣20ヤード付近でその位置はとどまり、この位置での攻守交代という形に変わりました。攻撃権変わりまして今度は攻撃権サイドワインダーズに移ります。現在フィールド上負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。攻守変わりまして今度はサイドワインダーズの攻撃に変わっております。さあボールオンは自陣23ヤードの位置にセットされました。この位置からサイドワインダーズ最初の攻撃シリーズとなります。サイドワインダーズファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ランニングバックにボールを、託されました。ランニングバックディフェンス集まりましたが、これを見事振りほどくようにスピンムーブし約5ヤードのゲインを果たしております。キャリアは41番だったようですが、後ほど確認させていただきます。サイドワインダーズセカンドダウン5、2回目の攻撃となります。攻撃権更新必要距離は5ヤード。リードの方と失礼しました、サイドワインダーズファースター。クォーターバック11番ハンドオフフェイクから右オープンにパスをフェイクにしまして、そのままランプレーに転じました。このフェイクが効いたがディフェンスの集まりが遅くなり、その隙をつきまして見事攻撃権更新となっております。サイドワインダーズファースター。攻撃権更新しましたのはクォーターバック11番の井戸です。防衛大学校出身のプレイヤーです。さあ攻撃権はこの結果1回目に戻りました。ボールオンは進みまして自陣36ヤードからファーストダウン10。これはエールズナイスディフェンス。今度はランニングバックにハンドオフして左オープン展開を図せました。1番の総力に託したところですが、しかしこれはエールズ52番見事に対応しまして、このプレー2ヤードロスに変えております。素晴らしい対応したのはリードエフォートエールズ52番のプレイヤーでした。ナイスタックルでした。さあサイドワインダーズセカンドダウン11の状況になります。ここでどのようなプレーを行使するでしょうか。パス成功ファースター。この距離を一発でパスで取り返す形に成功しました。クォーターバック11番中へ入り込んできたレシーバーにパス、これをレシーバーダイビングキャッチしまして見事攻撃権更新果たしております。サイドワインダーズファースター。さあこれより相手陣に入りました。サイドワインダーズ相手陣49ヤードからファースターアンテン。
さあ今度は密集点へランプへ、オフェンスラインともども中央なだれ込みまして3ヤードを獲得しております。今度はパワープレーに入りました。高難織り交ぜつつ前進を図っております。タックルいたしましたのはリードホテル41番ラインバッター小川翔吾選手です。エールズも41番の小川がヒットになりまして、この攻撃を止めんと現在奮闘しております。サイドアイドズセカンダウンセブン、さあここで左方向にランプレーを展開しようとしましたが、しかし何いわくここでスリップしまして、ここでプレーが終了しております。倒れた時点でプレーは終了となりますので、ここで一旦プレーが止まった格好になっています。負傷者が発生したため現在レフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを解けまして試合再開となります。サイドワインダーズハーフウェイからサードンイレブンで試合再開です。さあ3回目の攻撃でこの距離を突破できるでしょうか。パス不成功。クォーターバック、ここに奥に走り込んだレシーバー5番にパスを投じましたが、しかしこれをエールズディフェンス陣カバーしまして、パス不成功に変え、フォースダウンに変わります。選手がボールをカット、パスインコンプリート。サイドインダーラストダウン。サイドワインダーズフォースダウンイレブン、パントフォーメーションを取ります。このパントはエールズ陣23ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー、攻守変わりましてリードエフォートエールズに攻撃権変わります。さあ双方とも最初の攻撃シリーズはパントという形に終わりました。さあそれぞれ2回目の攻撃に入ります。今度はどのような攻め方に転じるでしょうか。リードエフォートエールズ自陣23ヤードからファーストダウン10。これはサイドエンダーズナイスディフェンス。ここでまずランプレーを展開しようとランニバック34番にエールズボールを託しました。しかしここでディフェンス中に割り込みまして、このプレーを阻止しノーゲインに変えております。リードエールズセカンドダウン、ファーストダウンまで残り10ヤード。
さあ1回目の攻防はノーゲインという形になりましたが、エールズ2回目の攻撃、セカンドダウンどのようなプレーを行使するでしょう。エールズセカンドダウン10、さあパスプレーでいきました。今度は右に展開したランニングバックにフレアパスを通しまして、21番そこからキャッチアンドラン、味方ブロッカーを息すれながら右オープン展開しまして、約5ヤードのゲインとしています。パスをキャッチしましたのは21番の東浦でした。桃山学院大学出身のプレイヤーです。リードフォートエルズサーダウン、サーダウン6、さあ密集点ランプレーを展開しました。キャリア34番の突破力で状況打開を図りましたが、しかし攻撃権更新にはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。この辺りサイドワインダーズのディフェンス陣踏ん張っております。エールズ陣地厳しいと判断しまして、ここはパントフォーメーションを取ります。エールズフォースダウン残り1ヤード、このパントはサイドワインダーズ陣40ヤード付近で外へ出まして、テイクオーバー攻守変わりまして、サイドワインダーズに攻撃権変わります。さあ今度は2回目の攻撃、サイドワインダーズ入ります。陣地はほぼ中央付近の自陣43ヤード付近にあります。この位置からの攻撃となります。サイドワインダーズファーストダウン10、パス成功。まずパスから入りました。左に展開していたレシーバーにパスを通しまして、8番でしょうか、8番これを見事にキャッチ、タックル受けましたが約6ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのは8番の竹原、神戸学院大学出身のプレイヤーです。地元神戸学院大学のプレイヤーがここで活躍しています。サイドワインダーズセカンドダウン4、ボールオン自陣48ヤード。さあ中央のアンプレを選択しました。何枠12番ハンドオフから右オフガード付近を突破し、体を伸び上げるように前進させまして、約3ヤードのゲインとしています。わずかに攻撃権更新至っておりませんが、残り1ヤードという状況に迫ってのサードダウンに変わっております。サイドワインダーズサードダウン残り1ヤード、サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り1ヤード。ナイスダウン、ファーストダウン。ここでランをフェイクにしてクォーターバック自らキープ。この判断構想し、右オフタックルを駆け上がりまして、見事攻撃権更新果たしております。サイドワインダーズファーストダウン。鮮やかな攻撃を展開していますのはクォーターバック11番の井戸です。防衛大学校出身のプレイヤーです。さあ相手陣入りまして、相手陣36ヤードからのファーストダウン10、
これはサイド、エールズナイスディフェンス。ここでパスを投じようとクォーターバック身構えましたが、その隙を見計らいましてエールズディフェンス陣殺到。9番41番が仕留めまして3ヤードロスに変えています。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。見事な対応したのは9番の梅本、近畿大学出身、41番の小川、桃山学院大学出身のプレイヤーです。さあ下がりましたが、しかし優位な位置にありますサイドワインダーズ。セカンドダウン13の状況です。パス成功、さらに行きます。パス成功、ナイスゲーム、ファーストダウン。ファースクォーターバック11番、右に展開していた12番にパス、相手の隙間をすり抜けるような形でこのパスをキャッチしまして、サイドワインダーズ見事にキャッチアンドランで12番攻撃権更新果たしました。サイドワインダーズファーストダウン、見事なパスキャッチを披露したのは12番の田原でした。立命館大学出身のバイスキャプテンです。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、リードフォートエールズ0点、サイドワインダーズ0点、両者無得点の状態で攻守の方向を入れ替え第2クォーターに移ります。